昨夜、空港に到着する前にライティングされたこのビルを見かけましたが、こうして実際に見上げるととんでもない大きさですね。気持ちはわかるよ。まさにクロスベルの新しいランドマークって感じですよね。しかし、こんなでかいビル一体何に使ってんだ。前の視聴者に比べてでかすぎるんじゃねえか。まあ、いろいろな機能が盛り込まれているビルだから、市や自治州の行政区画以外にも国際貿易センターや文化交流に関するフロアもあるの。まさに大陸西部の中心となるべく建造されたと言えるでしょうね。はあ、スケールのでかい話だな。でもそんな風に言われると今回の通商会議も納得ですよね。実際このビルの完成でクロスベルへの資本情報集中は今まで以上に加速するだろうね。そうした展望を踏まえての今後の取り決めなんかが話し合われるってところかな。ええ、そう聞いているわ。もっとも経済的な話だけにはとどまらないでしょうけど。さてと、どうする？ダドリーさんとは正午に1階の玄関フロアで待ち合わせているけど。そうね、まだ時間はあるけど。まあ、とにかく用事やら準備なんかは済ませとこうぜ。何が起きても問題ねえようにな。そうですね、さすがに会議が始まったら外に出るわけにもいきませんし。では用事と準備を済ませたらビルに入るとしましょう。ダドリーさんとは正午に1階の玄関フロアで待ち合わせしている。まだ時間はあるけど、そろそろ中に入ろうか。IBC とも連動しているため、株価指数などのデータもリアルタイムで参照できるとか。ええ、そのあたりはおじさまのアイデアみたいね。なるほど、銀行家ならではの発想ってわけだね。よし、それじゃあダドリーさんが来るまで待たせてもらうか。今日は一般客もいないし、そちらのソファーで待たせてもらいましょう。来ていたか。ダドリーさん、お疲れ様です。現在正午ちょうど、通商会議が始まるのは1300となっている。あと30分もすれば首脳たちがやってくるだろう。なるほど。それで私たちの方はどちらに向かえば。本当ならば私が会場周りを軽く案内するつもりだったが、思わぬ人がお前たちを案内してくれると申し出てな。
思わぬ人？やあ諸君、よく来てくれたね。ディーター市長。おじさま。半月ぶりだね、エリー、ロイド君、ワジ君にノエル君に、とっと、ランディ君とティオ君は久しぶりかな？お久しぶりっす。ご無沙汰してます。でも、どうしておじさまが？通商会議の直前で、お忙しいんじゃないんですか？準備ならとっくに済ませて、あとは首脳たちを待つだけでね。気分転換も兼ねて君たちを案内させてもらおうと思ったんだ。ダドリー君、構わないな？市長がそうおっしゃるなら、お前たちくれぐれも市長に失礼のないように。それと一通り案内されたら34階の警備対策室に来い。了解しました。では市長、また後ほど。あ、よろしく頼むよ。有能な捜査官だが、少し融通が効かないところがあるな。彼の職分からすると、それもまた美徳なのだろうが。まあ、鬼の捜査一課としての威厳もあるんだろうからね。おっと、肝心なことを言い忘れていたな。支援課の諸君、オルキスタワーへようこそ。さ、ついてきたまえ。相変わらずだな。さすがマリアベルさんのお父さんのだけはありますね。まあ、せっかく案内してくださるみたいだし。ああ、お言葉に甘えるか。さすが豪勢だね。まあ、地上40階の高さだからね。専用のエレベーターを入れたら全部で6機が運用されているんだ。それはすごいですね。さて、全部のフロアを案内するわけにもいかないから、会議関連のフロアに限定しよう。まずは警備対策室のある34階だ。よろしくお願いします。なるほど、ダドリー君からも聞いたが、確かに危うい状況だな。はい、両兵団と犯罪組織の動向に、帝国政府と共和国政府の思惑、そして両国首脳を狙うテロリストの脅威もあります。それと謎のハッカーですね。奪われたタワーの図面はやはりこちらの端末から。ああ、どうやらオルキスタワーのサブ端末をハッキングしたらしい。
IBC の一件があって以来、システム部門でもハッキング対策は強化していたつもりだったが、まだまだ不十分だったようだな。うん、ハッカーなんてまだまだ数は少なそうだけど。やっぱりエプスタイン財団の関係者の可能性が高いのかね。現在ロバーツ主任がその可能性を探ってくれています。ただ今回は財団の関係者ではないような気がしますけど。まあそちらの調査はおいおいするしかないだろう。傭兵団や犯罪組織、テロリストたちも心配だが、それ以上に気になるのが首脳たちの狙いと思惑である。首脳たちの狙いと思惑、つまり通商会議の参加者ってことですか。君たちが会ったクローディア姫とオリバルト王子については私もあまり心配していない。レミフェリアの太后閣下もやはり信頼に足る人物だろう。問題はオズボーン宰相とロックスミス大統領の2人でね。二大国の首脳ですか。確かにクロスベルの命運を握っている2人だとは思うけど、具体的に何か動きでも。いや、その逆だ。会議の開催にあたっていくつかの取り決めや国際協定などの提案を事前に送ったのだから、そこで返ってきた返答が両国とも好意的すぎたのだよ。まるで本気で西ゼムリアの平和と発展を望んでいるかのように。それはさすがに不自然ですね。いつも断るごとに反発し合っている二国なのに。ああ、正直会議そのものがどう流れるか予想もつかない。かなり厳しい展開になることも覚悟する必要がありそうだ。なるほど。やっぱり政治的にも大変な状況なんですね。まあマクダエル議長も力になってくださるだろう。うまくいけばリベールやレミフェリアなどを味方にして交渉できるかもしれない。とにかく腹をくくった上でエイドスに祈るしかないだろうさ。王子様、すみません、そんな大変な時に案内なんてさせてしまって。とんでもない。逆にそんな状況だから気分転換しておきたくてね。わざわざ君たちの案内を買って出たというわけだな。そうでしたか。光栄です、市長閣下。そんじゃ喜んで案内してもらうっす。ああ任せたまえ。おっと到着だな。ああすごい。満足してもらえたようだね。ここが34階、国際会議などが開かれた時関係者が待機するフロアになる。それではざっと見て回るとしようか。はい、お願いします。そちらは警備対策室に加えて報道陣などの控え室が並んでいる。テロリストが潜入した場合に備え、一応警備隊の一個中隊も下のフロアに待機している状態だ。話は伺っています。警備隊でもエリソン側に集められている。
しかし報道陣ってことはグレイス女子も来るのかな。なあ、クロスベルタイムズの女性記者だったかな。リストにあったと思うから多分取材に来るだろう。ちなみに報道陣は取材と記者会見の時以外はこのフロアから出さない予定だ。なるほど、合理的だね。たまに警備をすり抜けて突撃インタビューをするような乱暴な記者もいますものね。というかグレースさんが一番そんな感じですけど。さすがに見つけたら止めないとな。一応こちらの部屋も案内しておこうか。へえ、これは見事だね。休憩室みたいだけどすごい開放感だな。ここは会議の関係者に用意されている休憩室だ。休憩時間などに遠慮なく利用してくれたまえ。はい、遠慮なく。後でお茶でも一服しに来ましょうか。さて、こんなところで次のフロアに案内しようか。ここは非常階段エリアですか。下への階段は封鎖されてるみてえだが、本来なら階段を使って1階まで降りることができる。しかし今回の会議中は34階、35階、36階以外は封鎖するようにしているんだ。なるほど、警備上の理由ですね。でももし地震なんかが起きた時はどうするんだい。その場合自動的に全ての非常階段が開放される。まあ完璧なセキュリティはありえないということだね。なるほど、気をつけておきます。ハッキング対策なども考える必要がありそうですね。さてせっかくだから階段を使うとしようか。35階、国際会議場フロアだ。この後行われる国際親善という名前の腹の探り合いの舞台、国際会議場だ。これはすごいな。すごい見晴らしです。これだけ天井が高いってことは2フロアぶち抜きみてえだ。ああ、そのため上の36階はこの字型の構成になっている。ちなみに両脇の部屋は各国首脳の関係者が詰める控え室になっているため、護衛の将校などが待機することになるだろう。なるほど、確かにそういう部屋も必要だろうね。さて最後のフロアに案内するとしようか。ここは会議に参加する各国首脳に用意された控え室のあるフロアだ。ざっとだけ案内しよう。お願いします。さすが豪華だな。
こんな部屋で優雅に時間を過ごしたいもんだね。こちらはオリバルト殿下に使ってもらう予定の控え室だ。左翼にも部屋があって、参加者ごとに割り当ててある。あ、会議でヒートアップした頭を冷やしてもらうための場所かな。なるほど。一応こうした部屋にも動力ケーブルは。ああ、目立たぬ形で配線がされているはずだ。まあ他の部屋については割愛するとして、最後にあそこだけ案内しておくとしようか。これはディーター市長。お疲れ様です。楽にしてくれたまえ。この回廊室からは会議の様子を一通り確認することができる。機密性の高い会議などではカーテンを閉じることもあるが、今回は開いておく予定だ。なるほど。会場の様子を確かめられるのはちょっとありがたいな。そうね、何かあったら駆けつけることができそうだし。そういう意味では巡回ルートにしたいですね。さて、これで君たちが警備する3つのフロアを案内したが、最後にとっておきの場所へ案内させてもらおうか。とっておきの場所？へえ、どこっすか？このビルで最も見晴らしのいい場所さ。言葉も出ないな。そうね、街がまるでミニチュアみたいに見えますね。いや、夜はさぞかしすげえ景色なんだろうな。いずれこの場所は展望台として市民に開放しようと考えている。政府関係者だけが独占するのはあまりにももったいないからね。なあ、それはいいですね。キーヤちゃんもここに連れてきたいわね。おっと、失礼。まあ、私だ。そうか、わかった。すぐにそちらに向かおう。どうやら首脳たちがタワーに到着したようだ。申し訳ないが、これで失礼させてもらおう。そうですか、本当にありがとうございました。どうもです。いや、マジ楽しかったっす。いい経験をさせていただきました。こちらこそいい気分転換をさせてもらったよ。それではまた後で。警備の方は頑張ってくれたまえ。はい、お任せください。ま、推薦分くらいは頑張らせてもらおうかな。エイダスのご加護を、会議の成功お祈りしてます。私も祈っているよ。さてと、俺たちもダドリーさんのところに行くか。確か34階の警備対策室でしたね。しかし、そうですね、本当に。それではこれより西ゼムリア通商会議の本会議を開始いたします。
議事進行は僭越ながら私ヘンリー・マクダエルが行わせていただきます。会議は一度休憩を挟んで約5時間を予定しております。ヤン・グリムウッド弁護士、クロスベルのみならず周辺諸国で活躍している法律専門家です。国際法、慣習法にも通じているため本会議への参加を要請しました。はじめまして、ヤン・グリムウッドです。ほう、あなたが有名な熊ひげ先生か。人権問題などにも積極的に関わられているとか。よろしくお願いします。誠心誠意務めさせていただきます。遊撃士アリオス・マクレイン、やはり周辺諸国で多大な功績を挙げていることで知られています。遊撃士協会という中立的立場から本会議の安全を保障してもらうため参加を要請しました。アリオス・マクレインです。お見知りおきを。はは、風の牽制だったか。共和国でも何度か君の名前は耳にしておるよ。デートでもたまに聞きますが。恐縮です。それでは早速となりますが、各議案の検討に入りましょう。定義者ディーター・クロイス市長、説明と補足をお願いします。はっ。まずお手元にある資料の最初にある議案ですが、始まりましたね。ああ、でもアリオスさんが呼ばれているのは聞いてたけど、イアン先生まで呼ばれてるなんてな。しかも熊ひげ先生の名前で知られているみたいですし、国際会議では様々な合意や協定が交わされることがあるわ。その場合、既存の国際法や国際慣習法などに照らし合わせて妥当かどうか判断する必要があるの。なるほど、そのためのアドバイザーがあの熊ひげ先生ってわけだね。しかし始まったはいいが、さすがに小難しそうな話をしてるみてえだな。まあ会議の内容に関しては我々が関与するところではない。この通商会議が無事に終わるか、それだけに集中しておけ。はい、心得ています。それでは早速打ち合わせ通りに。ああ、お前たちには34回、35回、36回を一通り巡回してもらう。一応お前たちの身分は全関係者に伝えている状況だ。各国首脳のスタッフや招待されたマスコミなどにも話を聞いてみるといいだろう。了解しました。それでは私は34階に戻る。エイドスの看護、何かあれば連絡してこい。やっぱりダドリーさんも何かあると思っているらしいな。ええ、これだけ怪しげな動きがあって何もないのは不自然かと。どうやら気合を入れて巡回する必要がありそうですね。早速巡回を始めるかい。ああ、一通り回りながら関係者に話を聞いてみよう。
よし、これで一通り回ったか。今のところは特に問題なさそうですね。ああ、この調子でもう一度見て回るとしようぜ。そうね。会議の方はどうなっているのかしら。そうだな、市長や議長が頑張っているとは思うけど、問題は鉄血宰相にロックスミス大統領ですか。ま、休憩時間になったら誰かに聞けばいいんじゃない。なるほど、そんな事情で君たちも警備に参加したのか。ええ、正直気休め程度にしかなっていないかもしれませんが。いやいや、市長暗殺未遂事件で大金星を挙げた君たちだ。この場にいてくれるだけでも私としては非常に心強いよ。そう言っていただけると。ははありがたいっすね。それで先生、会議の方はどうなんですか。さほど荒れた雰囲気は感じられませんでしたが。ああ、今のところは順調だよ。いくつかの通商協定には各国の同意も得られたし、ディーター市長の呼びかけも無駄にならなかったようだね。そうですか、ちょっと安心ですね。しかし今のところってことは何か懸念でもあるのかな。え、そうなんですか。オブザーバーである私の口から言うのもなんだが、前半は貿易や金融などの経済的な議案がほとんどだったんだ。しかし会議の後半は各国首脳から提議される議案、しかもどうやらクロスベルの安全保障に関する話が出るらしい。それは安全保障ってことは軍事の話も入るってこと。でも2年前に締結された不戦条約もありますよね。あれはリベールの女王陛下が当時のクロスベルの危機的状況を抑えるために提案したものだ。レミフェリアは関わっていないし、何よりクロスベルそのものが不戦条約には関わっていない。その意味でそれとは別の新たな安全保障の枠組みが求められているのは確かでね。確かにそれは祖父も懸念していました。ならクロスベルを交えた新たな条約を結べばいいのでは。そうですよ、不戦条約と同じ国家間の争いを武力で解決するのを禁止するような枠組みを。そうか、クロスベルは国家じゃない、帝国と共和国によって承認された自治州でしかない。そう、それはつまり国際条約を締結できるような国家主権を持っていないということだ。経済的な協定は結べても対等な立場での条約は結べない。それが結果的にこの地の安全保障をひどく危うくさせてしまっているわけだ。
ややこしいが、なんとなく分かってきたぜ。すみません。ちょっといいですか。クロスベル以外にも自治州というのはあります。レマン自治州、オレド自治州、ノーザンブリア自治州。それらの自治州も同じように国際条約は結べないのですか？いや、そんなことはない。確かにそれらの自治州もそれぞれの歴史的事情によって国家としては成立していないが、宗主国から委譲される形で同等の主権が認められている。宗主国、それらの自治州が決定的にクロスベルと異なる点、それは成立を承認したのはアルテリア王国ということなの。アルテリア報告というと七王教会の総本山だったっけ？ええ、国土は小さいけど宗教的な権威を持っているから、自治州や自由都市の多くはあそこに頼って成立しているの。だがクロスベルは帝国と共和国に承認されて成立する自治州、いわば宗主国を二つも持っている形になっているんだ。ええ、そしてそれが歴史的に様々なねじれと悲劇を生んだ。クロスベルに少しでも主権が認められればもう少し状況は変わるのでしょうけど、それを二大国が認めることは永遠にありえないでしょうね。そんな、ため息が出てしまいますね。話を戻すが、どうやら宰相と大統領はそれぞれ安全保障に関する提案があるらしい。無論それは対等な条約を各国が結ぶというものではない。今頃議長や市長たちは警戒を強めているところだろうね。すまない。不安にさせてしまったようだな。まあマクダエル議長などはこのような状況は慣れっこだろう。それにディーター市長の方は何やら策があるようでね。策ですか？それはどういう？いや、詳しい話は私も聞いていないんだが。失礼します。特務支援課ロイド・バニングスです。バニングス、こちらは記者会見が終わった。首脳たちは36階に引き上げたが、お前たちはどこに？はい、34階の休憩室ですが、何かありましたか？お前たちと直接話がしてみたいそうだ。相手が相手だ。さすがに断ることもできん。休憩時間中に36階にある両首脳の部屋を訪ねるがいい。左翼の採用が大統領、右翼の採用が最小の部屋だ。待ってください。一体何がどうして？さすがに荷が重すぎますよ。甘えるな、バニングス。両者の思惑を伺えるまたとない機会だろうが。わかりました。すぐに両首脳のところに向かいます。いざという時はエリー城に頼れ。ビップ相手は慣れているはずだ。話が終わったら報告に来い。了解です。ロイド、今のは？おいおい、不穏なことを言ってやがらなかったか？ああ。へえ、マジかい？どうやら冗談ではなさそうですね。いやはや、驚いたな。どうやら思っていた以上に特務支援課の名前は知れ渡っているようだ。いや、両首脳のスタッフにそれぞれ知り合いがいるんです。それで興味を持たれただけかもしれません。なるほど、そいつはありそうだな。だとしても断るわけにはいかないわね。ああ、
36階の左翼と右翼の採用の部屋だ。早速訪ねてみよう。了解です。イエスそうですか、ルーシー先輩と。ああ、この前レミフェリアに出張した時にばったりとな。なんとか逃げようとしたんだが、ふんづかばっちまったよ。何発殴られたと思う？一発も。代わりにしがみつかれて泣かれてしまったんじゃないですか。ね。ルーシー先輩の気持ちはわかりますから。多分先輩が普段どれだけ危険なことをしているのか気づいたんじゃないかと思います。ええ、女ってのはたまに恐ろしく鋭くなるからな。やりにくくて仕方ねえぜ。自業自得ですね。懐かしいな。レオ先輩とも会っていませんし、いずれ同窓会とかしたいですよね。先輩、ダメですよ。そこは、おお、見知らぬあたりでパーッと豪勢にやるか、とか言ってくれないと。一本取られたな。約束はできんが、ま、努力はしてみるさ。期待しないで待っててくれ。わかりました。楽しみに待っています。それでは、私はこれで。失礼します。ああ。ジークのやつにもよろしく言っといてくれ。やれやれ、ほんと成長してやがんな。さすがは次期女王陛下、あんたらもそう思わないか。気づかれてたか。あ、すみません、立ち聞きするつもりはなかったんですが。その、つい聞こえてしまって。でもエリーさん、すごく興味津々でしたね。ティオちゃん。いや、でも気になるぜ。一国のお姫様相手に随分お安くないじゃねえの。ああ、学校の後輩ってだけだ。といっても日曜学校じゃなくてジェニス王立学園ってところだが。ジェニス王立学園、確かリベールにある有名な高等学校だったかな。ええ、確かに留学生も多く受け入れているけど。それじゃあ国費で留学されていたんですか。いや、ポケットマネーさ。ギリアスのおっさんな。そんじゃ俺もこれで失礼させてもらうぜ。ああ、そういやあんたらタヌキどもに呼ばれてるんだってな。どちらも一筋縄じゃいかないから、せいぜい気をつけとけよ。あ、相変わらず怪しさてんこ盛りな人ですね。リベールの次期女王の先輩にあたる情報将校か。ますます興味深いね。いずれにしても
彼が鉄血宰相の配下として動いているのは確かだ。何を狙っているのか見極める必要がありそうだな。お待ちしていました。クロスベル警察特務支援課の方々ですね。はい、こちらが大統領閣下の。ええ、あなた方が来たら通すように言われています。どうぞ中にお入りください。それでは失礼します。大陸最大の国家の一つカルバードの首脳ですか。さすがにちょいとばかり緊張してきたぞ。失礼します閣下。クロスベル警察特務支援課、お招きにより参上しました。おお、よく来てくれたな。遠慮はいらんよ。さ、座ってくれたまえ。はい。それではお言葉に甘えて。
いきなり驚いただろう。いやー、こんな時でもないと時間が取れんと思ったもんでな。忙しいだろうにすまんな。いえ、そんな。お気遣いいただき恐縮です。確か君はマクダイル市長のお孫さんだったかな。確か前に祝賀会か何かでお目にかかったことはないかね。はい、祖父の付き添いで共和国を訪ねた折にお目にかかっています。一昨年のことになりますね。おお、確かにそうだった。しかしあのマクダイル市長が今は退かれて自治州議長とは、あのお年にしてあの情熱、まさに政治家の鏡というものだ。祖父が聞いたらきっと喜ぶと思います。ところで閣下、今日はどのようなご用で？君たちの話はキリカ君から聞いていたのでな。シュバルツオークションの顛末も痛快だったそうじゃないかね。こう言っちゃなんだが、前のハルトマンという議長は鼻持ちならない男だったからな。その失脚のきっかけを作った功労者たちの顔ぶれは一度見ておきたかったんだ。恐縮です。どっちかというと勝手に自滅しただけみたいですけど。そうですね、あんな教団と関わっていた時点でアウトではないかと。そうそう、それとその教団だ、 DG 教団。大陸各地で悪さをしていたが、最大の被害者は我が国でな。連中にとどめを刺してくれたことも改めて礼を言いたかったのだよ。いえ、当然のことをしただけですから。それに自分たちの貢献などほんの些細なもので。謙遜はやめたまえ。何でも警備隊すら操られていた危機的状況だったそうじゃないか。そんな中、一人の少女を守って邪悪な教団に立ち向かった。いやいや、なかなかできることじゃない。いや、本当に恐縮です。過分なお言葉、痛み入ります。実際あの事件は下手に転んだら大変なことになっていただろう。 IBC も邪悪な教団に占拠され、国際貿易と金融がストップする。そうすれば共和国経済にも深刻なダメージだったに違いない。それは、そうなると君たちには勲章でも送らないと格好がつかんかもしれんな。よし、帰ったらすぐにでも豪勢なのを手配させてもらおう。いや、ちょっとお待ちください。自治州での事件なのに共和国政府から勲章をもらうのはちょっとおかしいよな。マクダエルのじい様からもすでに表彰状をもらってるし。何もおかしいことはない。クロスベルの問題はすなわち宗主国である我が国の問題だからな。閣下。そんな顔をするもんじゃない。鉄血宰相にも呼ばれておるのだろう。もう少し話したいところだが、そろそろ行くといいだろう。ああ、勲章は必ず手配するから楽しみに待っててくれたまえよ。お疲れ様でした。オズボーン宰相のお部屋は反対側になると思います。あ、どうも。わざわざありがとうございます。いや、それでは。人当たりはいいけど、さすが大国のトップだね。とんでもない大だぬきじゃないか。ワジ君、めったなこと言わないの。でも結構露骨でしたよね。私たちを威圧するのも目的ではなさそうですが、多分
体裁を整えるのが目的だったんだと思う。共和国の大統領が教団事件の解決に貢献した私たちに勲章を贈るという体裁が。クロスベルの事件は自分たちにとっての事件、つまり宗主国としての領有権を改めて強調してきたのか。そのために呼んだのかよ。大国のトップってのはやっぱりとんでもねえな。まあ自治州議会の議員とは明らかに格が違いそうだね。最初の方はどんな話があるんでしょう。わからない。とにかく腹をくくっておこう。あれが最小の部屋か。多分あそこを訪ねたら休憩時間も終わりだろう。他にやり残したことはないかな。クロスベル警察特務支援課だな。最小閣下がお待ちだ。そのまま入るがいい。はい。それでは失礼します。そうですね。さすが帝国軍人、無駄に威圧的だね。失礼します。オズボーン最小閣下。クロスベル警察特務支援課、お招きにより参上しました。入ってきたまえ。この光景実に見事。地上をこの高さから見下ろせるような建造物、人間が作り出せるとかつて栄華を誇ったという古代文明に届く所業だろう。確かに1200年前のジャムリア文明のことですね。なんでも魔法みたいに便利な文明があったそうだが。単なる理想郷というわけでは必ずしもなかったようだ。昨年リベールの異変時に出現した巨大な浮遊都市、あれもゼムリアの時代に建造され、そして人の手で封印されたそうだ。人の可能性と愚かさの象徴として。人の可能性と愚かさ。その随分お詳しいのですね。それほどでもない。特にクロスベルに関しては弱い姫なる教団司祭ほどにも真実に至っていない。それに、わからないことがあるからこそ、世の中というものは面白い。手の内が全て見えたゲームなど、退屈の極みというもの。そう思わないか、マジヘミスピア。僕の名前もご存知なのか。いや、逆に名前しか知らないということかな。いや、そして興味がないというだけのことだ。刀身の継承の方がむしろ興味をそそられる。帝国軍情報局、素晴らしい情報収集能力をお持ちのようですね。エレボニア帝国政府代表ギリアス・オズボーン。それで最小閣下、お話に付き合うというのは一体どういう。どうやら大抵のことはすでにご存知みたいですが、
なーに、単なるおしゃべりだ。もしくは意識調査と言い換えてもいいだろう。意識調査なら、直裁に尋ねよう。君たちはこのクロスベルがどれだけ持つと考えている？また露骨な質問だね。別に大はない。ただ栄枯盛衰は歴史の常。滅びなかった国は存在しない。それはいつまでもです。守ろうという意志が自治州の民にあるのならば。ノエル。そう、意志は常に重要だ。時に趨勢をひっくり返し歴史そのものを動かすことも稀ではないだろう。人は無力な存在ではない。私もその可能性を信じている。それじゃあ。だがその意志同士がぶつかり合った場合はどうだ？簡単だ。小さな意志はより大きな意志に飲み込まれ、その火星を大きくするだろう。そうして生まれた豪華が地上にいくつも現れた時、あらゆる正義と倫理は灼熱に溶け、世界は一面の炎に包まれる。そんな光景が容易に原始できるのではないか。確かに帝国や共和国に比べたら小さな意志かもしれません。ですが大きな炎が小さな炎を必ず飲み込むとは限らないでしょう。かつて帝国の侵攻を退けたリベール王国のように。12年前の100日戦役か。その通り。意志には強さが問われる。リベールの小さくも強き意志は帝国の大きく乱れた意志に見事打ち勝ったということ。それは確かにクロスベルにとって一つの教訓と言える。果たしてクロスベルの民にリベールの民ほどの誇りと強さが備わっているかは知らない。休憩時間も終わりだ。話はここまでとしても、帝国政府からは特に勲章を送るつもりはない。下手に平民に勲章を送ったら貴族勢力がうるさいのでね。お前たち運が良かったな。あれほど上機嫌な閣下はあまり見られるものではない。え、おいおい、何の冗談だ。お前たちのことを気に入ったということだろう。重い言葉かもしれんが、まずは受け止めてみるがいい。私の立場から言えたことではないがな。とてつもなかったわね。すぐか、化け物すんだろ。ああ、なんていうか、立ってる次元が違う気がする。ティオ、大丈夫か？はい、なんとか。あの人から伝わってきた炎のイメージが強烈すぎてめまいを起こしましたけど。無理ないよ、私ですら何か見えた気がしたもの。鉄血宰相か、まさに怪物って感じだね。クロスベル程度なら人の身にしてしまいそうだな。でも俺たちをなぶるために呼び出したわけでもないだろう。大統領もそうだけど、俺たちに興味があったというのも嘘じゃないと思う。なら
いい勉強をさせてもらったと考えた方がいいかもしれないな。言うじゃない。あなたのそういうところはちょっと真似できないわね。ああ、ポジティブすぎんだろ。でも確かに落ち込んでも仕方ないですよ。そうですね。得られた教訓は生かさないと。とにかく休憩時間も終わりだ。ダドリーさんのところに戻って会見の結果を伝えておこう。たかが宗教団体一つでアーモグ様に治安が揺らいだこと、それも治安維持組織が操られるなど前代未聞の形による。詳細については皆様にもお伝えしてあると思いますが、詳細が問題なのではない。危機管理質が問題なのだ。事件の際滞在していた帝国人の生命と財産が脅かされた事実も。待ちたまえ、最初。損害賠償と慰謝料についてはすでに手続きが行われているはずだ。この上さらにミラを出せというのは我が帝国の度量が問われるだろう。いえ、殿下、そういう問題ではありません。問題は彼らが、クロスベル自治州政府がどうやって様々な安全を保障できるかです。生命の安全、財産の安全、貿易、金融市場への信頼の安全、戦争にかまけ怪しげな輩どもにつけ込まれるような者たちに果たして保障できましょうか。だがハルトマン元議長が失脚し、腐敗も浄化されつつあると聞く。いやいや、大公閣下、ことはそう簡単ではありませんぞ。クロスベルの政治風土はもともと腐敗しがちな傾向にあります。ディーター市長、マクダエル議長は政治家としても傑出されていますが、仮に彼らに何かあった場合、逆戻りになるのではありませんか。悲観的な話になりますが、もともと政治に腐敗はつきものです。それはクロスベルだけではなく我が国も含めてどこも同じ。ならば今はお二人が任期中に健全な政治体制を作れるか見守るべきではないでしょうか。失礼ながら殿下はお若い。希望を信じたくなる気もわかります。ですがクロスベルは伝統ある王旗をいただくリベールとは違うのです。よりどころとなる敬意のないところでは政治は核もたやすく弱体化する。それは歴史が証明しているでしょう。それは我が国には君主はおりませんが、栄誉ある共和国憲章があります。これは100年前の革命の時、様々な勢力と民族が集まって作り上げた奇跡的なものでしてな。それを頼りに我が国の政治はたとえ腐敗しても誇りを失わずに存続できたと言えるでしょう。お言葉ですが、我々にも誇りある自治州法が存在します。歴史的経緯から様々な不備が発生しているのも確かですが、それでも少しずつですが改善できているのも確かです。弁護士、ここ10年で行われた自治州法の追加改正項目はどうですか。
そうですな。詳しい資料はありませんが、およそ50というところでしょうか。10年でたった50？それはいささか驚きですな。1年にわずか5つですか。いえ、ここ数年では増加の傾向にあります。去年は確か12の項目が追加改正されたはずでしたね。ああ、金融と動力ネットに関する諸項目の追加が多いが、いずれにせよその調子ではとても意義のある安全保障体制が早急に構築できるとも思える。やはり現状を踏まえた対応策を話し合うべきである。ええ、それは同感ですな。やれやれ、あなた方がそこまで気が合うとは思わなかった。ノルド高原の領有問題についてもすぐに合意できるのではないか。これは一本取られましたな。ま、それについては別の機会に話し合いましょう。時間が惜しい。議論を移るべきでしょうな。わかりました。では最小閣下の定義の通り。これってイアン先生が心配していた通りですか。鉄血宰相と大統領に押し切られてるって感じだね。反論の糸口はないのかい。実際自治州法に様々な構造的欠陥があるのは事実なの。だからおじい様にしてもディーターおじ様にしても反論しにくいのでしょうけど。だがその構造的欠陥は70年前の自治州成立時に二大国から押し付けられたものだ。その上でのあの強引な発言は到底納得できるもんじゃないな。確信犯ってことかよ。いずれにせよ会議の内容は我々の感知するところではない。今は会議そのものが無事終了することに集中しておけ。はい、もちろんです。それではまた一通り巡回を。捜査一課ダドリーだ。エマ君か。一体どうした。なんだと。なんだ。赤い星座とヘイユエがそれぞれの拠点から動いたそうだ。一家の監視を振り切ったらしい。なんだと。うろたえるな。これも想定の範囲内だ。何かあったら知らせるから引き続き警戒しておけ。了解です。ああそうだ、予備の警官隊を動かしてもいいかな。ランディ、落ち着いてくれ。いくら赤い星座でもここに仕掛けるとは思えない。そうね、ビルの正面は警官隊が守っているし。まさかこんな時に抗争を始めるとか。それもちょっと不自然な気がするね。何ですと。今のはおじい様。最小閣下、今何とおっしゃられた。申し訳ないが今一度繰り返していただきたい。お望みなら何のため。クロスベル警備隊は解体、さらに他国の治安維持部隊をクロスベルに常駐させること、それが一番現実的だと申し上げた。お待ちください。最小閣下は不戦条約の条項を忘れではありませんか。ああ、武力でクロスベル問題を解決しないよう努めるですか。
しかし別に侵略することを意味しているわけではありません。民間人を恐怖に陥れた軍隊もどきの役立たずな組織など解体すべきだと言っているのです。実際クロスベル警備隊など帝国軍または共和国軍の前には存在しないも同然です。高性能な装甲車にしても所詮戦車の前では紙切れ同然。そんなものに高い維持費を使うなら他国の戦力に安全保障を委ねる。いささか乱暴すぎる意見に思えますが、その他国の戦力というのはどこを指しているのかな。まさか最小閣下ともあろう人が歴史的経緯を忖度もせず帝国軍などと言わないだろうね。そうは申していません。ですが必要ならば過去の因縁を水に流してでも帝国軍の力を提供すべきでしょう。それがゼムリア大陸西部の平和と発展につながるのなら。まあまあ皆さんそう熱くならずに。最小閣下の提案は私もいささか強引に思えますが、ただまあ警備隊などという軍にもなりきれない治安維持組織が中途半端というのもわかります。それではそこで提案なのですが、警備隊は規模を大幅に縮小、代わりにベルガード門を帝国軍、タングラム門を共和国軍が管理するというのはどうですかな。そうすればクロスベル氏の友人にもすぐに駆けつけることができましょう。大統領、それは、検討に値するか。さすがは大統領閣下、あまたの野党の突き上げを裁きながら政権運営されているだけはあります。いやいや、顔面な貴族勢力を抑えて改革をされている最小閣下に比べれば。 あなた方は。いい加減にしたまえ、ここは二国だけの会議ではないぞ。これは失礼した。いずれにせよかような方向に議論は流れてきたわけだ。お二人の意見はどうかな。ひどい。むちゃくちゃです。よくもあそこまで面の鏡が集まれるもんだぜ。でも全く根拠がない提案というわけではないわ。こういう流れにだけはなってほしくなかったけど、ここがしのぎどころって感じだけど。こんな時に。ダドリーさんから。はい、バニングスで。俺だ、セルゲイだ。セルゲイ課長、どうしたんですか。時間がない、手短に話す。ソーニャから連絡があった。タングラム、ベルガード両門の付近に設置されたレーダー施設が破壊された。周領空に侵入する不審な飛行船を捕捉するための対空レーダーな。どうやら噂になっていたテロリストどもの仕業らしい。ダドリーにも伝えながら、お前たちの方でも備えておけ。わかりました。どうしたの。まさかおじきどもが何かやらかしたのか。いやそっちじゃなくて。皆さん、少々よろしいか。今、この場で語られている安全保障の議論について、一つ私の方から提案させてほしいことがあります。ほう。先ほどからおとなしいと思っていたが、何をおっしゃられるおつもりかな。
それは方々下がられよ。飛行艇、まさかテロリストどもか。ここで来たか。ご安心を。砲撃にも耐えられる特注の強化ガラスです。ですが念のため全員お下がりください。ラインフォルドの高速艇か。ああ、間違いないだろう。もう一隻はベルヌ社の軍用ガンシップですね。ええ、連中に奪われたことは報告にありましたが。皆さん、ご無事ですか。ああ、なんとか。しかし、連中はどこ。聞こえているようだな。会議に出席されている方々、我々は帝国解放戦線である。同じくカルバーナの古き伝統を守るために立ち上がった反移民選択主義の一派の者だ。何だと。帝国と共和国で活動しているテロリスト集団。この度我々は互いの憎むべき恩敵を討たんがため、共に協力することと相なった。覚悟してもらおう。鉄血大将ギリアス・オズボーン。ロックスミス大統領、あなたにはここで消えていただく。忌まわしき東方人に侵食されたカルバードの伝統を守るためにはそのくらいの荒領事が必要なのだ。愚かなことを。話にならんな。だがちょいとまずそうだな。ああ、来るぞ。こちらにまっすぐ向かっているだと。とにかく待機させていた警備隊をこちらの方に急行させて。何だと。なんだこれは。どうしていきなり。なんだ、何が起こっている。何がどうなっている。ちょっとこれじゃ取材ができないじゃないの。レインズ君、なんとかしなさい。無茶言わないでくださいよ。これはとんでもないことになったね。オルキスタワーの制御を奪われたようです。昨日のハッカーの仕業かもしれません。俺たちも行くぞ。とにかく35階に降りて首脳たちの安全を確保しないと。了解です。エレベーターがダメなら非常階段しかなさそうだな。さっきまで通れたはずなのに。ティオ、行けるか。なんとかやってみます。でも、これならなんとか。
開いた。さすがティオスケ。いえ、セキュリティが低めに設定されていただけです。ですが、今の解除で他の扉のセキュリティが強化されてしまいました。とても全部は開いていられないかもしれません。そりゃまた用意周到な。とにかく下に降りるぞ。倒産。風の牽制か。ひるむな。波状攻撃を仕掛けるぞ。助け立ちします。そちらは下がられよ。かたじけない。ミュラーヴァンダール、アルノール家の守護者か。あれはリベールの親衛隊。構うものか。やってしまえ。任せろ。はっ、行くぞ。えいはっ。私の番ね。やっ、よし。任せろ。俺の番だな。あたしの番ですね。エニグマ駆動。ええ、えい。この調子でいきましょう。ものまで。多分屋上からタワー内に放ったのだと思います。しかし今のは結社ってのが作ったもんじゃねえのか。闇に流れたのを手に入れたか。それともどうでもいいが、あっちもケリがつきそうだぜ。化け物どもが。仕方ない、最終プランに切り替えるぞ。スタングレネード。下がれ。
このシャッターは。どうやら簡単には突破できなさそうですな。皆さん、お前たちか。どうやら無事撃退できたみてえだな。ああ、しかしこのままでは逃げられてしまうだろう。ティオ、やれるか。自信はありませんが、やるだけやってみます。やはりセキュリティレベルが最大まで上げられています。 A4 を使ってもこの元型の端末では。そうか、私だ。ああ、なんとかこちらはしのいだばかりだが。何？連中がエレベーターで地下へ降下しているだと？どうして？屋上にある飛行艇で逃げるつもりじゃ。考えられるとしたら、飛行艇に搭載した動力爆弾を自爆させるってところかな。そうか、確かにそれならばこのビルごと宰相たちを葬り去れるというわけか。確かにテロリストたちならそこまでやりかねないよね。愚かな。さすがにピンチだね。こうなったら力ずくでもこのシャッターを。どうやらなんとかなるかもしれません。何？へえ、これはこれは。はっ、てめえが僕のベースをめちゃくちゃにした犯人か。絶対許さねえ。吠え面かかせてやる。威勢がいいな。そこまでです。おとなしくタワーの制御を解放してもらいましょうか。仕方ない。まあほんの暇つぶしだったし、楽しめたから満足かな。それじゃせいぜい死なないように頑張ってね。そちらは後です。早くタワーの制御を。ヨナ、戻ってきてくれたのか。ええ、どうやら今日の便で帰ってきたみたいですね。やりました。タワーの制御を解放します。やった。エレベーターは使えるか。ええ、ロックは解除しました。テロリストたちが使用中の一機は使えませんが。ならば私は屋上に。飛行船に搭載された動力爆弾を解除するわ。キリカさん、できるんですか。ええ、傍聴関係者には最低限のスキルだから。レクター書記官、手分けするとしましょう。ま、しゃあれだ。ならば我々も付き合おう。連中が人形兵器の守りを残している可能性はありそうだ。そちらはどうか。テロリストたちの追撃を。今ならなんとか捕まえられるかもしれません。承知した。バニムス、我々も追撃に出るぞ。敵は二組、手分けする必要がある。了解しました。アイアイさ。それではまた後で。ヨナはなんて？テロリストたちの逃走ルートを割り出せたそうです。オルキスタワー基部、そこからジオフロント方面に逃走したみたいですね。基部ということはタワーの地下部分になるのね。確かにジオフロントの各区画と接続されているはずだけど。よし、
必ず捕らえるぞ。あんな真似をされて逃がしたらクロスベル警察の名折れだ。それはこちらも同じだ。ギルドが正式に立ち会った国際会議において、あの暴挙見逃したとあっては悪しき前例を作りかねん。ええ、絶対に捕まえましょう。屋上の動力爆弾もちょっと心配ですけど、キリカさんとレクターさんなら多分大丈夫だろう。ユリア巡査やミラー少佐もついていってくれてるし確かにあのメンツなら間違いはありえんさそうだな。しかし随分と長いこと降り続けた。まあ地上35階から地下8階まで降りますから。クロスベルの最深部にご案内ってわけだね。時間が惜しい。先行するぞ。遅れずについてくれがいい。あ、やれやれ、元気な兄さんたちだぜ。私たちも急ぎましょう。ああ。聞いていたけど、こんなに大きな空間とは知らなかったわ。まあ、とにかく急ごうぜ。ああ、南の方だ。戦線はここまでだったようだ。ダドリーさん、アリオさん、あのどうかしたんですか？面倒なことになった。テロリストどもはここで二手に分かれたらしい。それって最初を狙ってた連中と大統領を狙ってた連中がここで分かれたってことか？間違いあるまい。共和国のテロリストはそちらのジオフロント C 区画。そして帝国のテロリストはあちらの D 区画に逃げたようだ。よくわかりますね。なるほど。決め手は足跡かい？ああ、偽装している余裕はさすがになかったと見える。だったらここは二手に分かれましょう。急がないとこのまま連中に逃げられてしまいます。ああ、それが最善だろう。右手の C 区画は私とマクレインの二人で追う。お前たちは D 区画に逃げた帝国のテロリストどもを追え。え、人数を分けないんですか？だけというのは危険なのでは？こちらの C 区画は熱処理プラントなどがあって少々面倒な場所だったはず。逆にそちらの D 区画は広くて探索が大変なはずだ。いい分担かもしれねえな。ロイド、時間がねえ。それで行くとしようぜ。わかった。ダドリーさん、アリオさん、どうかお気をつけて。
そちらこそな。敵は自分の命すら厭わない危険なテロリストどもだ。くれぐれも気をつけろ。はい、了解しました。よし、俺たちも行こう。ジオフロントから脱出される前にテロリストを捕まえるんだ。ええ、きっちり落とし前をつけさせてやらねえとな。ここは地下の駐車場か。ええ、いずれ車社会がクロスベルに到来した時のために建造された区画なんだけど。いや、それにしたってデカすぎねえか。そんな需要があるとはとても思えねえんだが。察するに議員と役人たちがありもしない需要をでっち上げて工事を発注したってところかな。残念だけどそういうことね。今はハルトマン議長の失脚で一時中断しているみたいだけど。まあそれが正解だろうな。しかしここまで広いと追跡するのも大変そうだな。アクセス。人らしき反応を確認。どうやら8名ほどの集団がこの付近を移動中のようです。本当か？意外と早く追いつけそうだな。急ぎましょう。まで降りるルートがあるはずだ。おう、こうなれ意地でも捕まえてやるぜ。